翌朝、客室にミリムはいなかった。あるのはただ昨日までが嘘のような静けさだけ。私は怖いのだ。こう、もうここには来ないのかも。今なのだ！リムリム食べるか？取り立てだぞ！お前それ！農場の柵を直したらくれたのだ。ちゃんとごめんもしたぞ。大切なものとかつながりとか思わせぶりに語っといて。何の話なのだ？話はまだまだ続きそうだ。リグルド怒ってる？めっそうもない。次回、実りの秋。リグルド、やっぱり怒ってる？